ご覧いただきありがとうございます。ラッサイユです。本日ご紹介するのはオールデン9901ブレントコルバになります。動画では久々のご紹介となります。オールデンといえばまず名が上がるであろう定番の9901になります。親しみやすい装飾の少ないプレントに、アッパーはこのように足元が引き締まるコード版のブラックカラーとなります。屈曲の部分に装飾などがないため、履きじわがある種靴の表情の役割を担っています。デザイン上の扱いやすさもそうですけれども、このようにコード版のうねるような履きじわが単靴の中で最も表現できるのがこの9901や色違いの990かなと思います。はい、使用感についてまいりたいと思います。こちらは当店での扱いは SA ランクとなっております。使用が数回ですね、おそらく 2,3 回程度の今回はお品かなと思います。はい、まずつま先の方を見ていきますと、はい、このようにダブルソールなので、結構最初から減りやすいんですけれども、ほとんど減りがないような状態となっております。はい、かかともオリジナルリフトで、もう減りも、ほとんどない状態ですね。新品とほぼ遜色ないような、減り具合となっております。はい、ソールの削れも、わずかですね。また色付けした箇所がまだこれだけしか取れていないぐらいの、状態となっております。内部もこのようにオールデンのロゴがくっきりと、見えている状態で、擦れとかもない綺麗な状態で保たれています。もちろん中底の方も足型もほとんど皆無に等しい状態となっていますね。アッパーの状態に関してですけれども、履きじわが入った程度というぐらいでしょうか。はい、これからのエイジングが楽しみかなと、思います。反対も同じような状態なのでちょっと割愛させていただきますけれども、はい、このような感じになっております。で、コード板自体にも個体差がありますけれども、今回は左右ともしっかりと、厚みのあるような長年タフに履いていただける個体かなと思います。で、1点注目していただきたいのが、こちらの個体は、屈曲部あたり、前半分ですねにあたりが少し茶混じりな、箇所がございます。ちょっと動画でも確認しづらいので、後から直射日光で当たった時の色味というのをお見せしたいと思うんですけれども、染料がそこまで厚く入っていなかったものかなと思います。今回の個体はなので、無色のクリームで手入れしていくと茶芯のようなエイジングが予想されます。色抜きがちょっとなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、こういうところも、楽しんでいただける方にお買い上げいただけたらなと思います。はい、サイズ感についてまいりたいと思います。こちらはバリーラストの 7D、 当店でも、基準にしているバリーラストですね、はい、となっております。こちらはバリーラストの 7D の個体としては本当に若干ですけれども小さめな気がいたします。まあ、ただちょっと最初が失明になるかなというぐらいだと思いますので、バリーラストも一般的に 7D と思っていただいて、ほぼ問題ないと思います。はい、他社のブランドと比較しますと、パラブーツのシャンボード6ハーフ、エドワードグリーンの202ラスト6ハーフ E あたりを履いている方がおおよそ適合するサイズになります。その他サイズ感など不安がございましたら、お気軽にショップページからお問い合わせくださいませ。こちらはメンテナンス済みですので、到着後すぐ履いていただけるようになっております。未使用だとお値段もまだまだグッと上がるんですけれども、2,3 回使用程度で本当履きじわがついただけぐらいの状態ですので、お値段もやや抑えめになります。ですので大変美味しい使用感かなと、思います。これだけのコンディションのお品というのはそうありませんので、ぜひとも気になる方、サイズが合いそうなお客様、ご検討くださいませ。ご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。